そら君、今日から学校始まりました。2学期ですね。宿題とか自由研究持って学校行ってきました。学校行ってる時にですね、昼間待っていたものが届いちゃったりしました。届いちゃなかったり。じゃあ最初に友達のやつから紹介してもらえますか。8月3日にですね、私とそら君と友達で奥多摩に行って陶芸教室とかですね、やってきました。そのものが、作ったものが届いたんで、見てみたいと思います。はい、まずはこれですね。これはあのそら君の YouTube の友達が、作ったものですね。これなんかすごくいい感じですね。これあの彼は才能がありますね。初めてやった割にはですね、これなかなかこういう風には綺麗な円で作れないんですけれども、作ってしまいました。これあれだよね、なんか見本と大きさがでかいって言ってたじゃん。うん、これはでも本当に私はよくできてると思いますね。取っ手のところもいいし、ちょっとこの取っ手の部分がですね、彼大きいんで、もうちょっと下についてればもっと良かったんじゃないかと思います。さあ次はどっち行きますか。じゃんけん。じゃんけんぽい。勝った。じゃあ次は俺チョキだよ。チョキ。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。勝った。負けてやった。すみません。では負けをしまい、どうぞ。次はそら君が作ったお皿ですね。これもまたね、ちょっともっとそばに置いてくんない。これもまたいいんだよね。これほら字がめっちゃ綺麗に書けたんだ。これはなんか渋くていいよね。なんかこっちが失敗しちゃったんだよ。そうなの。角、あ、これあれだね、こっちとんがってんのにさ、こっち丸いね。伸ばした時に丸くなっちゃった。そうなの。でもまあなかなかいいですね。これ色もなんかいいし、実は今日ですね、私の夕飯はこれにアジの干物が乗っかってましたんで、早速逆に俺の昼ご飯もそれでいただきました。ではいよいよ鳥ですね。鳥の作品はやっぱり私のでしょう。何鳥って。大鳥。一番最後だ。そう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 。はい、どうぞ。ない、これ、ないこれじゃない、これ、これと一緒。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、まずはこれを、皿をよく見せてあげてください。これです。チャタロウですね。チャタロウ、ちょっと今元気がないんで、チャタロウに元気になってくださいという願いを込めてですね、私作りました。これがチャタロウですね。ちょっと似てないんですけども、横にいるのがフェルトで作った、これもチャタロウなんですけども、こっちの方はちょっと汚れが目立ってきちゃいましたけど、これはこうやってお皿の上に載せるもんじゃないですけども、いいですね、これ。そら君、どうですか、また行こうな、ここな。ということで、まだそこにあるじゃん、今まで作ってきた。じゃあ歴代の作品もついでですから、紹介しましょう。一番最初に作ったやつはこれだ。これだよ、これこれこれ。これだよ。あ、それが餃子の皿。この奥多摩の陶芸の教室にはですね、もう随分何度か行ってましてですね、これはそら君が何年生ぐらいの時。わかんない、だいぶ前だよな。処女作ですね。餃子のしんちゃんらしきものがめっちゃいるほら、こことかこことか。どれ、しんちゃんらしきものがめっちゃいい。探してみて、なんて書いてあるのこれ。奥多摩とか書いてある。奥多摩で作った。これはこれ現役で使ってますね。これしんちゃん、しんちゃん、しんちゃん、しんちゃんなので、次作ったのがこれ、2回目に作ったのこれだそうですけど、なんか処女作の方がいいんじゃないかっていう気がしますけども、これも現役で時々使ってますね。この次にね、コップ作ったんだけどね、うん、使ってるからないんで。それから次は、次はお父さんが作ったやつ。あ、私のやつも紹介します。これ私の処女作ですね。3D コーヒーカップ、これ見てください。これなんかこれそら君の友達の処女作と比べるとですね、私のはいかにいびつか分かりますよね。彼は本当に上手だと思いますね。すげえ。その次に私が作ったのはこの湯飲み茶碗ですね。これは私はお茶はあんまり飲まないんで、あんまり使ってないんですけども、お茶を飲むときはこれです。これ2010って書いてあるから、
3年前ですね、これ行ったのは。これが、去年これも私作ったんですけど、今度黒で、作ったですね。これ書いてないな。あるね。どう書いたんじゃない？エクサスモチ。もう書いてないですね。これ多分1年か2年ぐらい前に作ったコーヒーカップです。だんだん私の方は薄くなって上手になってきてるのが分かると思います。これはめっちゃ上手いでしょ、陶芸で作った皿。これは何？陶芸で作った。これ陶芸教室じゃないでしょ、これ。そうだよ、ニッコで作った。これはお前、奥多摩じゃなくてニッコって、この間、トラ君が行ってきた日光で作った木彫りの、皿ですね。これ見ざる聞かざる言わざるが入ってるみたいです。ということで、この机の上にはですね、こんな風にいっぱい並んでますけれども、今回作った作品はトラ君の、これ何用のお皿だろうね。それは寿司用で作った。寿司用だって。これが私はあの、まあ、何でも入れられる茶太郎のお皿。そして、これが一緒に行った友達の、コーヒーカップと、これは、今週土曜日かなんかに、取りに来てくれるそうです。ということで茶太郎、早く元気になってくれな。ちょっと今、元気がまたなくなっちゃって口の中が痛いみたいです。腰も痛いし。